子供の学力を決めるのは父親ではなく母親の賢さ、母親の学歴が高いほど、まあ、子供の学力すごい伸びるということ、これは母親から来るから、もうそれは母親の影響力の大きいに決まってるじゃんという。さて始まりました、こちらのチャンネル。さあ、今回もですね、ザ・炎上彼氏さんにおいでいただきました。炎上の専門家なんで、ちょっと赤い服着てきました。しかも、まあ、大学は一応東大ですって書いてありますね。はい、そんな彼氏さんから、はい、今回もまた危険なトピック持ってきたと聞いたんですけども、そうですね、子供の学力を決めるのは父親ではなく母親の賢さっていうことが実はその遺伝学によって分かっているんですね。そうなんです。よくまあ子供の勉強で言うけど、それあなたのせいよ、違うよ、あなたが悪いよって、まあ、そういう結構夫婦喧嘩でよく聞くじゃないですか。どっちが悪いかっていうと、もう正解出たということで、まあ、基本的には母親が悪いみたいです。それちょっとどういうことなんですか。そうですね、子供をとりわけ娘の脳っていうのは父親よりも母親に似るってことが分かっているんですね。そうなんだ。それは知能というのもそうなんですけれど、努力する性格に関わる気分障害やうつ病などにおいても母親からの影響はとてつもなく大きいみたいです。その理由は2つありまして、1点目としてはよくまあ X 染色体と Y 染色体だけで決まるでしょって思いがちなんですけど、そうではなくて DNA っていうのはそういう細胞核だけでなく、母親由来のミトコンドリア、これは細胞内の発電所のことなんですけど、からも来るんですね。これをミトコンドリア DNA って呼ぶんですけど、この影響もすごい大きいことが分かっていて、それは母親から来るから、もうそれは母親の影響力の方が大きいに決まってるじゃんという、そういう話ですね。まあさらに言えば、まあ男って XY の染色体持てて、女は XX じゃないですか。この Y 染色体、X 染色体よりだいぶちっちゃいんですね、はいはい、だから基本的には X 染色体の方が Y 染色体よりまあ影響力が大きいので、まあ、そういった意味でも母親の影響の方が大きいみたいです。そうなんだ。はい、あと、まあ、実際に、まあ、子供の学力と母親の学歴を調べた、そういう調査とかもあるみたいで、まあ、それによると、まあ、実際に母親の学歴が高いほど、まあ、子供の学歴ってすごい伸びるということが分かっているんです。はい、もちろん父親も学歴高いと子供の学力が伸びるんですけれど、やはり母親の影響の方がだいぶ大きいみたいです。まあそれはまあ数学においてもそうですし、国語においてもそうですね。小学6年生でも、まあ中学3年生のどちらでもそういう傾向は見られています。例えば中3の数学だけ見ますと、父親が高卒と大卒で実際にまあ平均正答率でどう変わるのって見ますと、まあ父親が高卒だった場合は 43.1% で、父親が大卒だった場合は平均正答率が 56.5% のみたいだから、今夜 12.4% の差がありますね。一方で母親の場合ですと、母親が高卒ですと平均正答率が 43.3% で、母親が大卒だと平均正答率が 60.0%、 ここは 16.7% の差がありますね。だから 12.4% と 16.7% ということで、やはりまあ母親の影響の方が大きいということですね。そうなの、そういう相関性が。へえ。だからまあその知能もそうですし、あるいはまあぶっちゃけ才能だけじゃなく、まあ努力も大事でしょってまあ言うんですけれど、まあぶっちゃけそういう努力できるかどうかっていうのもかなりやはり遺伝の影響っていうのは大きいので、まあそれはある程度以上はやはり抗えない気がしますね。まあ結局うつ病とかもほとんどやはり遺伝なので、だから知能もそうだし、まあ努力できる性格もそうですし、人間のポテンシャルで DNA でまあすでに決まっています。だからポテンシャルになるべく到達できるように、まあ僕らで頑張るべきなんですけど、ポテンシャル以上のことはやはりできないので、まあないものねだりをするべきではないと思うんです。それないものねだりをしても破綻するだけなので、だから日本人で結構もう頑張れないので頑張ろうとして結構自殺してしまうとか、うつ病になってしまうとか、そういう人も多い気がします。なるほど。だからまあ自分の持てるまあものってのは何なのかってこと、自分の手札をちゃんと踏まえて、まず自分の進むべき道を選んでほしいなって僕は思います。なるほど、頑張りすぎないことってことですね。そうですね。なんか日本の特に教師ってのはもう誰でもやればできるっていう風に、はいはいはい、まあ結構まあ無責任なことをまあ言っちゃってる人多いかなって思うんですけど、ぶっちゃけまあそれはまあ無理な話かなって思います。そうですね、努力は必ず報われるとかってね、思ってる人は多いけど、正しい努力は報われるんですけれど、正しくない努力は、まあ、方向性が間違っているのであれば、やはり努力は報われないですね。日本っていうのは結構教育において結果の平等っていうのをまあ大事にしていて、まあみんな一緒だったりとか、まあそういう一緒に助け合おうとか、まあ同じところにたどり着こうみたいな、そういうことを言っているんですけれども、そうじゃなくて欧米だと機会の平等といって、できる人はどんどん進めばいいですし、できない人はもっと時間かけてゆっくりやればいいという、そういう考え方なんですね。だからまあ日本はそういう結果の平等というそういうまあ妄想に取り憑かれている人が多いんですが、そこではなくて欧米のように、まあ機会の平等に完全にシフトした方が全員僕は幸せにいけるんじゃないか
あれかなって思います。みんな受験する機会はあるけど結果は保証しないよっていう、ね、うん、そうですね。まあそれはやはり個人のまあ才能次第のそれは当たり前でしょという話ですよね、うん、同じっていうのは無理なんで。まだ一時期そういうのがすごく取り立たされた時代があって、はい、日本でもですね、なんか徒競走あるじゃないですか、はい、徒競走わーって走ってみんな一緒にゴールするとかってわけのわかんないことをやった時もありましたね、日本ってね。いやだってもう僕がもうどう頑張ったでも160キロ投げたけど大谷翔平みたいになるわけがないじゃん、ね、ないですか。だから僕は僕の持っているものに戦うしかないのであって、逆にね、うん、大谷翔平が AI 博士になるなんて絶対ない、まあ、多分ないかなという気はしますね。だからまあ人間ではまあロボットではないので、まあ個々人に合わせたいろんな教育だったりやっていくのがいいかなって思います、うんうん、だから日本だとまあ飛び級も留年も基本的にはほぼないんですけど、そういうのは僕はまあ頭おかしいだろうというふうに思ってます、ね、留年してる猫、ね、うん、の YouTuber たちなんかね、留年重ねれば YouTube でバズるみたいになってますからね、うんうん、ベテランチまたいじられるってぶっちゃけまあその13歳で別に東大入れる学力にとってまあいるじゃないですか、はいはい、どんどん別に進めはいいだけですし、うん、なんでその時間無駄にさせてんのってそういう思いますね。まあだから、まとめると子供の学力を決めているのは父親でなんか母親みたいですね、基本的には。なるほど、もちろん例外はねありますからね当然当然そうですね。だからまあ将来の配偶者とかまあその考えている、はい、まあ、人であればやっぱ賢い女性と結婚するのがいいんじゃないですかなるほど、いや、なるほどね。で難しいですね、日本とかやっぱりね、高学歴の人はあんまり学歴高い女性を求めない傾向があったりするんでね、うん、その辺も難しいですね、なんかやっぱ、でも子供の幸せを考えるとも、そっちの方がいいみたいですね。わおわお、そういうことですね。まあまあまあ、もちろんいろんな例外はあると思うんで、うちは母親、大学行ってないんで。うん、で僕は大学院、東大の院で出てて、弟は大学行ってないんで、うんうん、だからそう同じ母でも全然違う状況なんで。そうですね、はい、でカリスケはどうなんですか。大学院は一応出ています。あ、お母さん出てるんですか、はい、すげえ。まあ、そういうのも分かんないです。え、3兄弟でしたっけ。あ、いや、姉が一人いるだけですね、はい、お姉さんはサムスンでサムスンでして働いて、今も LINE で働いてるんですけれど、まあ、学歴は普通に大学だけ出てるんですけど、はいはい、まあ、サムソン行けるんだったらすごいいいじゃないですか。そうですね、はい。まあでも全然まあエリートガイドみたいなのはずっと走ってるかなという気はします、うん、あ、じゃあやっぱりエリート系なわけですね。まあ、分かんないですけど血は争えないってことですね。分かんない、はい、という感じで皆さんどう思いますか。ぜひですねコメント欄でお聞かせくださいってやると怖いなどんなコメント欄になっちゃうか分かんないな。そういう結果も出ていると、はい、まあそれ別に科学的事実なので、まあ、それを踏まえておいては何をするか自分次第なんで、そう、ね、まあ、好きに生きればいいんじゃないですか。そう、無駄な努力ではなくてね、うん、抜かれる努力してほしいなと思います、ね、と思います。はい、ありがとうございました。またここも危険なとこだけ切り抜かれて炎上みたいにならないといいなと思いますはい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、炎上動画終わり。